佐賀市広報番組佐賀市から元気の種をお送りします。地方に掲載している市の広報番組の方が取材した元気の種をこの番組で紹介しています。はい、今月は冬のレジャーということなんですが。そうなんですよ、ワカサギ釣りをご紹介したいと思うんですが。ワカサギ釣り、はい、佐賀でできるんですか。でしょ、はい、そうなんですよ。びっくりされる方多いんですが、福岡市などからもたくさん訪れていらっしゃるんですが、北山ダムで楽しむことができます。じゃあ福岡からのアクセスもいいってことですよね。いいですよね。ぜひぜひ佐賀市内の方にも存分に楽しんでいただきたいと思っております。はい、今回の佐賀市から元気の種は、冬に家族全員で楽しめる佐賀のレジャースポットを紹介します。佐賀市の司法に市の職員の方が取材そして編集をした記事をこの番組でご覧いただいています。まずはお話を秘書課広報係の土井さんに伺います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。土井さん、はい、三瀬村でワカサギ釣りですか。ね、聞いたことないという方多いと思うんですよね。私のワカサギ釣りのイメージとしては、はいはいはい、この氷の表面に穴を開けて、なるほど、こう地道にこうやって釣るようなイメージなんですが。そうなんですよ、私も実はね、そのイメージが強かったんですが、はい、この九州佐賀市でなんとワカサギが釣れるということなんですよね。はい、で北山ダムで楽しむことができるんですよ。で今回取材にご協力していただきました佐賀市の観光親善大使の山田陽子さんと堤あかねさん、このお二人にチャレンジしていただきました。はい、このお二人はですね、はい、度がつく素人です。釣りに関しては度がつく素人でもとっても楽しんで、はい、釣ることができましたので、うん、ぜひご覧いただきたいなと思っています。はい、じゃあそれでは VTR、ご覧ください。こちらが垣本さん、北山ダムなんですよ。はい、はい、あのボートでね、とても気持ちがいいんですけれども、お天気もこの日いいみたいですね。はい、で佐賀市内、佐賀県内はもちろんなんですが、福岡県などからも大変アクセスがいいということで観光客の方が多いんですよ。うんうんうん、夏場はね、僕気持ちよくボートを漕がれている方もいらっしゃいますし、はい、こんな風に釣りを楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃる。なかなか立派でしょ。本当ですね。はい、で2人がまずやってきましたのが、はい、レンタルボート屋さんなんです。はい、で道具や餌なんかはこのお電話での予約の際に頼んでおくととてもスムーズです。で持ち帰り用のクーラーボックスと氷などを用意しておけば、もう気のまま来ていただいて大丈夫っていうことなんですよね。じゃあもう何かこう買って用意するっていうのは、そうなんです。もう餌から道具からもう全部準備が、はい、されておりますので、だからもう全く釣ったことがないっていう方でも楽しめるっていうことなんですね。ちなみに釣りはやったことありますか。私はないですね。ないですか。楽しそうでも。目標は、はい、今日は10匹ぐらい釣りたいと思います。頑張ってワカサギ釣りたいと思います。目標10匹って言ってたんですけど ね。さあライフジャケットをつけていよいよボートに乗りますよ。はい、この日は三瀬高原キャンペーン実行委員会事務局の佐保さんに、はい、ご案内いただきましたよ。ちょっと教えていただけるということですね。はい、この日はですね、特別に教えていただきました。はい、彼はとても釣りが上手な方。あら、三瀬のワカサギなんですが、はい、シーズンはどれぐらいなんですか。はい、三瀬のワカサギは、11月から、2月までということで、うん、冬の間楽しめる遊びになってます。うん、毎年ですね、まあ、大体1500万流以上をずっと放流をしています。うんうん、でどんどん増えてきて今釣れるぐらいの数になったんで、一昨年ぐらいから、うんうん、お客様の方に楽しんでいただけるようになりました。はい、外側にだいたい1年目から3年目ぐらいの大きさのワカサギが釣れるらしいんです。コツはですね、道具を正しく使うことと、あと、釣り竿をですね、ちょっと振ってやって、うんうん、美味しいよ、餌がここにあるよっていうのをアピールして、はい、止めてじっと待つっていう形になりますね。なるほど。はい、これ釣り具屋さんが作ってるのは、うん、無菌状態で、うん、飼育するんで、うん、全然菌はなくて、はい、綺麗で安全です。食べようと思えば食べれると思います。うん、そのぐらいの勢いです。勢いで、はい、本当になんか釣り雑誌の取材の一回つけたら1時間とか2時間。佐保さん、餌付けのコツってありますか。餌付けのコツは、針先を出すっていうのが1個ポイントで、
で、だんだん寒くなってくると釣れにくくなるんで餌をちっちゃくするんですけど、これ半分に切っちゃうとかいうやつもあります。頑張って釣ってきて。はい、いよいよ師匠よろしくお願いします。ポイントに、はい、挑戦しますよ。今から次また水溜めるけど船結構中まで出ていくんですね。はい、どれぐらいでしたかね。5分ぐらい移動したと思うんですよね。もうこの後すぐなんですけれども、驚きの結果になりますので。ここでですか。どうぞ皆さんご覧ください。見ててください。そしたら練習したみたいに一番下まで落としちゃってください。もう多分また一匹釣れた。今釣り糸垂らしてますね。あーほら、垂らしてからちょっと揺らしたら引っかかったっていうんですか。これ食いついてくれたんです。私もこれにはびっくりしまして。しかもさ、これ大きいでしょ。あれが3年ぐらい経ってるそうなんですよ。結構重いですよ。なかなか魚を普段生きた魚を触ることのない茜さんはちょっとねこわごわだったんですけど、ほら、初めてですよ、お二人とも。テンション上がりますよ ね。やっぱり上がりますよね。釣れたら嬉しいですよね。いやみんな笑顔で、はい、やったね。はい、そうじゃあ取った感想一言。簡単に釣れました。難しくなかった。はい、引いた感じの感触はどうでした。ピクってしててすごい楽しいです、はい、丁寧に外した方が良かった。そうですよね。あ、やっぱり食わないんだ、吸い込んでるんだ。とどめ牛本当、息がいい。初めて5分ぐらいでこれぐらいですね。ちょうどポイントに連れて行ってもらったっていうのももちろんあるんですよ。なのでどこに行けばいいかなというふうに悩んでたら、釣れるポイントなんですけど、去年までずっと釣ってきた中でボート屋さんとかといろいろ話してですね、場所を決めてます。で、11月からですね、釣れるところにはロープを張ってで、場所が分かるようにしてますんで、そういうところをボート屋さんに聞いてきてもらえれば皆さんいいところで釣れますんで、はい、初めてでもそうです、かなりの確率で釣れる、はい、そうです。で、12月いっぱいまではすごくこんな感じでいっぱい釣れます、うん、という横で釣れてますよ。はい、引いて引いて。これは盛り上がりますね。まあ、ご家族はもちろんのこと、カップルなんかでもね、たくさん訪れていらっしゃるそうで、はい、楽しいですよね。わー、2時間ほどでだいたい70匹ぐらい釣れたそうなんです。行っちゃってみましょう。それは取れる。魚ちゃんたちが挟まって引っ掛けて取るんですね。そうらしいですよ。え、すごいわ。もう山田さんはもう何回か釣ったところで大変慣れてらっしゃいました、また行こうかなというふうに思ったので何か言ってくれたかな。では司法の表紙にも使わせていただきましたので、はい、撮影を一緒にさせていただいたんですけど、12月1日号の司法を見て早速行きましたっていうお客様の声もありまして、とても嬉しかったです。はい、おかえり。どうでした。楽しかったです。最初多分10匹ぐらい取るっていう目標を立てたんですけど、もう10匹以上で倍以上取れて、多分100匹いかないぐらいなんですけど取れました。よかったです。じゃあ山田さんどうですか。はい、難しいかなと思ってたんですけど、結構簡単に釣れて、すごい釣り初めてだったんですけど楽しかったです。さあ、この釣ったワカサギを今回は特別に、北山ダムに隣接するレストランホムノキで調理してもらいました。お、取りたてですね。取りたてですよ。取りたてを揚げたてにします。でも簡単にこう水で、まあ、ぬめりなんかを取って、汚れなんかを取りまして、軽く塩コショウをして、まあ、片栗粉ですとか小麦粉でもうまぶしただけのものをジャッと揚げたんですよ。ちょっと160度ぐらいかなというふうにおっしゃってました。なので釣った後にご家庭で調理をされる時もあんまりこう難しくない。そうですね、鱗とかも取らなくていいので、普通に揚げ物をする要領で揚げればいいわけですから、もう衣をつけ、もう粉をまぶすだけなのでとても簡単です。やっぱり揚げたていただきたいですよね。ですね。実は本当にシンプルで、お好みでお塩をつけたりサラサラと振ったりっていうふうにおっしゃってましたね。すごい、
そうだな。やっぱりあの臭みがないっていうのが一番みたいですね。いただきます。さあどうかな、お味は。うん、お、どう？どうかな？美味しい？美味しい。柔らかい。なんか軽い。あの、うん、油がね、カラッとしてる。衣が。ああ、本当？柔らかい。私もいただいたんですけれども、本当に臭みがなくて、あのほのかに甘みがあって、あ、絶品ですよ。魚の元の美味しさがあるってことですよね。うん、そうなんですよね。さあ、釣った後は冷えた体を温めるはやっぱり何といっても温泉ですね。ね、この冬にはもうたまらないですね。さあ、奥山岳から車でおよそ5分なので、はい、とてもあの人気の山彦の湯ですよ。で、単純弱放射能汚染の天然温水ということで、露天風呂や家族風呂も楽しめる本当に人気のスポットです。はい、山田さんも堤さんもこちらに帰りに寄ってきました。はい、一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、何が一番楽しかったか聞いてみましょう。はい、初めてのワカサギ釣りで難しいかなと思ったんですけど、とっても楽しかったです。はい、釣りも楽しかったんですけど、やっぱり釣った新鮮なワカサギを食べれたのがすごく、あの、美味しくて充実した一日だったかなと思います。よかったです、楽しんでいただけて。じゃあ最後のお楽しみ、温泉ですね。はい、やまびこの湯は来たことありますか？初めてです。じゃあたっぷり楽しんできてください。はい、今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがですか、冬のアウトドア。ワカサギ釣り楽しそうでした ね。絶対楽しめると思いますよ。うんうん、あの冬はなかなか外に出ない。確かに私もそうですけれども、うん、あそこまでもう次々と釣れると楽しくてしょうがなくて、久しぶりに楽しかったですよ。こうなんかこう、うん、自分で食べるのも自分で釣ったからなおさら美味しいっていうのもありますよ ね。なので、まあ、道具は持たなくても、もうレンタルボート屋さんにすべてお任せして、うん、もうクーラーボックスとか、まあ、保冷バッグとかありますよね。はい、あれに氷とか保冷剤とかを持っていただければ、うん、美味しく、あの、持って帰った後美味しく揚げていただけると思うので、はい、そうしていただきたいですね。いいですね。そしてこう冷えた体を温める温泉も最高ですよ ね。この時期は特にぜひセットで楽しんでください、うん、皆さんね。はい、はい、温まりますよ。温まりたいです。三瀬村といえばですね、はいはい、三瀬高原キャンペーンだと思うんですが、もう締め切りがですね、いよいよ12月31日となってきました。はい、まだ皆さんこれお持ちじゃないですか、ね、スタンプラリー。この12月までということですよね。そうなんですよ。まだまだ2週間ありますので、うんうん、あの年末のお買い物ですとか、はい、それこそ温泉に入りましたとか、ワカサギ釣りましたとか、いろんなね、楽しみ方できると思いますので、はい、ぜひチャレンジしてみてくださいね。もういろんなプレゼントが用意されているそうなので、気になりますね。気になりますね。はい、出し忘れのないようによろしくお願いしたいと思います。さあ今回なんですが、はい、三瀬村で楽しんでいただくレジャーをお送りしました。アウトドアも思い出になりますからね。はい、2月いっぱいまで楽しめますので、まだまだ期間はありますので、はい、じゃあこの冬休み明けてからもぜひということですね。ぜひぜひぜひ、もうあの防寒対策だけはバッチリしていってください。大事なところですからね。大事なところ、風邪ひいちゃいますので、はいはい、よろしくお願いします。しっかりしてぜひ皆さんお出かけください。今回の佐賀市から元気の種は、三瀬村で楽しめるワカサギ釣りについてご紹介いただきました。土井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。